休業中の札がかかって親しい我が家の前で一つため息。それからぐっと拳を握って気合を入れた。何を恐れる必要がある。我が家で待っているのは可愛いサナじゃないか。テンション上げていけ。二人っきりだぞ。イエーイ。ただいま。おかえりなさいませ、お兄様。そうきたか、そうきたか。そうだよな、たくみ。お疲れでしょ。ご飯？お風呂？それともさ、な？いけない、私たら不出来な妻です。ご飯もお風呂もご支度ができていません。かくなる上はサナを召し上がっていただいた後でサナで疲れを癒していただくしか。ストップ、ひとまず落ち着け。いまいちさそりませんでしたか。玄関先で正座して三つ指ついたポーズのままキョトンと首をかしげるサナ。サナなりに卑猥さと低粛さのバランスをとってみたつもりだったんですが。お兄様は直球の方がお好きですか、ほっかむりだけで全裸の方が。そういう問題ではない。エプロン姿の奥様って男の夢だよな。ですよね。履いててもいいくらいだ。むしろ履いてるといいかも。そういうものなんですか。サナは可愛くて裸もとってもエロいけど、ほら目の毒だから日常に支障をきたすから。もう一度サナは不思議そうに首をかしげる。では靴下を履いてまいりましょうか。サナは根本的に俺のフェチを誤解してると思うんだ。俺とサナ二人っきりの生活はこうして波乱含みでスタートを切ったのだった。明日ないところをお見せしてしまいました。サナは今になって恥ずかしいです。刺激が強すぎるってこいつ。ちなみにサナは俺の膝に座って俺の胸板を指でクリクリ掘ってくる。日頃の抑圧から解放された感が凄まじい。少し浮かれてしまったようです。今日からしばらくお兄様と二人きりと思ったらつい。それはまあ、うん。これではターニャを邪魔者にするようですね。そんなつもりはないのですが。まあそれはそれ、これはこれで。首を伸ばしたサナが俺の頬を撫でながら唇を重ねてくる。タコの口を俺からもちょっとついばんで首筋に、指をはわせた。二人っきりなんですよ。そうだな、朝から晩までずっと二人だ。こんな風にキスしたって。サナは体をすすり寄せて俺の股間のこわばりに気づいて微笑む。何にも気兼ねはいらないんですよね。サナとお兄様二人きりなら。サナ。はい。石鹸の匂いがする。もしかしてシャワー浴びた？すぐに求めていただけるものかと思いましたので、粗相のないように。すっかりエロエロだな、俺もサナも。最初は恥ずかしかったです。でも少し自信がついてきましたので。俺の手を取ったサナは指先を口に含む。お兄様がサナでたくさん喜んでくださったから。プリップリの柔らかな唇が指を味わいながら優しく動く。サナ、いつもお兄様のことで頭がいっぱいです。これが本当の恋なんですね。熱い吐息を漏らしたサナは俺の指を浅く加えて舌でねっとりと指先を愛撫する。お兄様に喜んでいただくことばかり考えて、おしゃぶりもたくさん練習したんですよ。なんてエッチでけしからん俺の妹。今日からずっと二人きり。ようやく指を離した唇がふーっと俺の首筋をくすぐってくる。今したらさ、一日がめちゃくちゃになる
きっと時間も何もかも忘れてサナのことを求めちゃうから奥ゆかしいお兄様最後にちょっとキスをしてサナが腰から降りる。晩ご飯の支度がまだですものね。サナ、今日はお兄様に手料理をご馳走したいんです。あはは、それは楽しみだ。ん？今聞いてはいけない何かが聞こえたような。サナが晩ご飯手料理。はい。あ、今日はいくらお兄様が手伝うとおっしゃっても聞くわけにはいきません。じっくり休んで夜に備えていただかなくてはいけませんから。待て、早まるな。今日は出前にしてもっと二人で。ではお兄様、楽しみにしていてくださいね。言ってしまった。まあいいか。せっかくサナがあそこまでやる気になってくれてるんだ。ごめん、おっしゃった。見守るのもきっと兄であり恋人である俺の役目だろう。大丈夫、サナはやればできる子だからきっと大丈夫。弁当のトラウマを必死に忘れようとしています。胃薬だけ用意しとこっと。大丈夫かな。サナちゃんのウキウキクッキング始まるよ。大根、人参、まあこのナスビ黒光りしてツヤツヤです。この針、まるで、ちょっと関係ないんですけど、ナスビでそんな気分になる？あんまそんな風に思ったことないんだけど、そういうもんかね。どうしてサナはこう淫乱なんですか？これはチャンスなんです。サナは性処理だけではなく奥様としても完璧であると知っていただかなければ、ちっとも台所を任せてくれませんし、サナはこれでも勉強しているんです。今日の献立もちゃんと考え抜いてきました。ニラ、ニンニク、牡蠣、レバー、つきすぎる気がするな。亜鉛や鉄分、ビタミン B やビタミン Q は脳の方でいいんだっけ、性能にとてもいい影響を与えるとのことですからね。十分に取っていただかなければいけません。お鍋ですね。具材の味が勝手に美味しくしてくれる、お手軽かつ外れのないメニューです。あとはオクラと納豆と山芋と、ね、一個一個をね、そのレバーだったりね、オクラだったりね、別々で調理していただけるととてもとても嬉しいんですよ。全部入れる気ですよね。入れちゃって平気ですよね。山芋って皮は剥くんでしたっけ？皮は剥いてほしいな。煮込んでしまえば平気ですよね。大根とかも剥かずにいけますし。中、基本的に剥きます。真似をしないでくださいですよね。あとはわかめとアジと魚まで入れるならちゃんと下処理してほしいな。そうでした、もつも忘れずに入れないと。気持ち悪い。もつのせい、とてつもなく生臭いです。今具材から旨味が出てるところですよね。順調、ここまでは順調です。きっと大丈夫なはずです。味付けに移りましょうか。サナは味付けを既製品に頼ることはいたしません。誠心誠意愛情を込めてお鍋の味をデザインします。料理の基本はさしすせそうでしたよね。その順番で入れることで料理の味が引き立つのです。そういうことではなかったと思うんだが。砂糖ではありませんよね、料理なのに。料理だからだよ。さ、酒！なるほどですね。香りとまろやかさが期待できます。生臭さ対策にもバッチリです。いや、まあさなんだけど、そうじゃない。お酒は確かカニみたいな形をした瓶のものが、ああありましたね。それってコニャック、いかにも食材っぽい名前です。色が綺麗になりましたよ。香りも、
生臭さが消えました。し、あ、うん、塩、うん、すーはそのまますでしょう。まあまあその辺はオッケーかな。あのまあサラの中で砂糖は料理じゃなくてお菓子に使うものっていうちょっと別カテゴリーなのかな。うん、ほんのり酸っぱい匂いになったような。お酒をもっとでしょうか。いや火にかけるとアルコール分は飛ぶんですよね。平気ですよね。次はせおゆ醤油。お醤油じゃないですか。絶対そうです。間違いありません。確かそうだよね。俺もちょっとそこは不安だけど確か醤油だよね。最後はそうですか。そう、味噌でいいんだっけ。みりんはみですものね。そうなるとみりんは入らない。マヨネーズはどうなのでしょうか。どこにその要素が。せめて酢じゃない。まあ酢だけど。何やってんの。やっぱり心配になったので様子を見に来てしまった。あ、お兄様、そのさしすせそのそうをど忘れしてしまいまして。味噌だよ。よかった、当てた。味噌、最後だけ語尾から持ってくるとは引っ掛けですね。サナは特進が行きました。味噌はともかく、なんともまあ独創的な匂いが充満してるんだけど、何を作ってるんだ。お鍋です。今仕上げてしまいますからね。なるほど、鍋か。闇鍋とも言うように、食材は煮ちゃえば結構何とでもなるからな。少なくとも調味料は考えながら入れてるみたいだし。もうすぐご飯も炊けますから、少し早いですがいただいてしまいましょう。夜は長いですからね。あ、わかった。それではお味噌を。あとは軽く煮込むだけ。ほら、味噌の匂いって強烈ですね。もう少し香り付けした方がいいかもしれません。ずいぶんいろいろと入れるんだな。もうできますから、楽しみに待っていてください。楽しみにか。芸術性の高い仕上がりになってきましたね。これは一体何色と呼ぶんでしょうか。その芸術が爆発しないことを神にでも祈っておくか。